皆さん、おはようございます。上野隆子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日はもう10月ですね。10月にしてはね、やはりまだ暖かいんでしょうかね。もう暖かいなんていうよりも、たまにね、昼間なんか暑いような天気ですけれども、えーまあ、今日もお天気は曇りのち晴れということで、爽やかな一日になるかなと思います。 それでは、今朝の一句では、松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。芭蕉は生涯に千貫張りの句を残したと言われておりますけれども。その中から、毎朝一句ずつご紹介したいと思います。それでは、今朝の一句、松尾芭蕉二百三十六番目の句です。 つつじいけてそのかげにひだらさくなつつじいけてそのかげにひだらさく女1685年松尾芭蕉42歳の時の句です。 それでは解説してみますね。つつじの花が生けてあるその影に女性が日だらを咲いていることだな。とこのように場所は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに中身を細かく見てみましょう。 えー、まず、俳句五七五、十七文字、十七音なんですけれども、まず、上五、つ、つ、じ、い、け、て、と。まあ、上五がですね五、五文字でちょっと収まらず、字余りの六文字で区切れておりますね。では中七と言いますと、その影に、ということで、 中七は逆に5文字で区切れてるんですね。そのおかげに。では,下は、下五はというと、ひだらさく、女、ということで、えー、下五もですね、ちょっと8文字ということで、下五も今度はこれ、上五と同じく字余りとなっております。えー、今日の句は、ちょっと五七五にはね、 まとまりきれない、波長の句になっておりますね。全体としても、つうつうじいけ、て、そのかけにひだらさく、おんな、ということで、全体でも、えー、字余りの句になっておりますね。17文字には収まらない、字余りの句ということになります。 それでは内容なんですがではまず季語ですよねじゃあこの句で季語は何かというと、まあ、季語はですね「つつじいけて」始まってますからつつじというのはあの花のつつじのことですねつつじの花というのは季語で春となっておりますですから、まあ、春から始まりますね春のつつじの花そして花が 生けてある「その陰に」というのは意味は普通ですよねツツジの花が生けてあって「その陰に日だら咲く女」「日だら」というのは干し物の干してあるたらたらというのは魚のたらですね「えー、干し物の干しだら」と書いて場所は「日だら」と読ませて おりますえっ、ー、とちょっと字で説明してみますかえー、っと干、えー、した干したたらたらはあの魚のたらですね干、えー、してある干物、えー、と,と言いますよねですからたらを干してある、えー、そしてひだらという場所は読ませているんですね ひだら、こういう、はら、こういうひだら、えー、たらを干してある。干物、干物の,のたらってことですね、えー。ですから、これは季節的には春ということになっております。ひだら、たらの干し物というのは季語にもありまして、干したたらは春ということになっているんですね。 ですので、すの季語は2つありますが一応どちらも春ということで、えー、この句の季節は多分春であろうと思われますね。でツツジの花が生けてありそしてその影にこのタラを咲いてこうなんかね食事の準備をして日だらを咲いている女の姿があるなと に読んでいるわけなんですですからツツジの花が綺麗でそしていかにも春らしく日だらをね咲いているそのほのぼのとした春の風景、まあ、美しい女性だったんでしょうかねツツジの花のように美しい女性が日だらを咲いてこう食事の準備をしているそんな姿が この句にはちょっと前書きがありまして「えー、昼の安らいとで、えー、旅典に腰をかけて」というふうに、えー、場所の前書きが書いてあります。ですので春のほのぼのとした昼の風景ということがこの前書きからわかるかな。 と思うんで,す、ね、でこう旅の途中安らいとてこう旅の途中にちょっと休みを取ろうということで旅館の店先に腰を下ろしてちょっと休んでいたところ。 えー、その横で辻の花がきれいに生けてある旅館の入り口、まあ、今でもこう想像できますよね江戸時代なのでそこの脇で女性が食事の準備に日だらを割いていたとほのぼーのとした春の風景。これが すすごくく美しく場所には見えたんじゃなないいかなと思います春らしいツツジの花が美しくてちょっとねその旅の疲れを癒していたところ女性がね昼の支度か何かで日だらを咲いていたちょっとほのぼのとしていい風景だな美しいなって、ね、春の美味しい干物がなんかごちそうで出るのかななんて想像しながら。 場所、えー、はこの句をほのぼのと読んでいるのではないかなと思います。それでは今朝の一句、最後にもう一度ご紹介したいと思います。場所236番目の句です。つつじ、いけて、その陰に、ひだらさく、 つつじいけてそのかげにひだらさく女1685年松尾芭蕉42歳の時の句ですそれでは今朝はこの辺でバイバイまた明日さよなら